しないぞ。あんたは？私はサーク司令官。アートレスの司令官？うん、これを見ろ。サーク司令官、わかった。なあ、ここはどういう世界だと思う？ここはコンピュータープログラムの中だよ。プログラムの中？そう。ざっと説明すると、そもそもこれはエンコム社が作った巨大なコンピューターシステムなんだ。エンコム社のためにいろいろな情報処理をしていたのさ。やがて別のユーザーの手に渡った。新しいユーザーはプログラムを自分用に改造して、フォローバスティオンシステムと名付けた。彼はこのコンピューターで街を管理したり、自分の研究に使っていた。ああ、僕はトロ。セキュリティプログラムさん。今は君たちと同じ、囚われの身だけど。トロは何を言ってるの？とりあえず挨拶しようよ。俺はトラ。僕はキャバズキャ。いやドロン、僕はグーフィー。見たところ、君たちはユーザーだね。ユーザー？とにかく急いで脱出した方がいい。 MCP にひどい目に遭わされるぞ。 MCP？ ここを支配しているメインプログラムさ。つまり、ここでじっとしていると MCP に消去されてしまうってこと。消去？どうすればいい？外の世界へはこのターミナルから出ることができる。でもしばらく前からターミナル用エネルギーが遮断されている。キャニオンに設置されているエナジーコアを再起動すれば問題ないはずだけど、一番重要なのはここが牢獄だってこと。扉を開かないと僕たちは何もできない。Living in the sunlight, loving in the moonlight.